で待ってたのに船がいなくなってるのかと。全員集まった。皆さんおはようございます。イコーの仕掛けの伊藤イコーです。今日はですね、塩釜の丸陽丸さんにてイコーの仕掛けのスタッフと店長会の会員の方お二人と、ミニ大会形式で今日は釣りをしたいと思います。来月にですね、私の大型魚種の大会もございますんで、それの前哨戦としてちょっと本気モードで今日はカレー釣りをやってみたいなっていうふうに思いますんで、皆さんぜひお楽しみください。はい、じゃあじゃんけん場所じゃんけん、はい、で一番最初に勝った人が一番好きなとこ選ぶんだ。いきます。で最初はグーじゃんけんぽ。おあれおチョキの人、ついてる。最初はグーじゃんけんぽ。おっそう。はい、じゃあもう移動してください。もう移動してください。はいはい、今日はですね、もちろん枚数勝負です。20センチ以上。あまりはやんだよ、あまりはやんだよ。最初の仕掛け何や。今日は IK の35です。3本針の80センチ。こちらさんは？私はスタートは、IK05 ですね。05。同じく3本針の80センチ。はいよ。最初は IK の10ですね。ショートの3本針です。で様子見ます。とりあえず。IK05 です。はい。これまあ朝一活性動画っていうのもあるんで、まあ05で様子見て、まあ結構食ってくるようならそのままだし、まあ食い悪いようだったら、まあ当たりの反応を見て01使ってみるかなっていう感じなんで、はい。一個の仕掛けだよね。はい。はい。で何ですか。今日は IK31 です。IK31。はい。理由は。まあ朝なんでちょっとアピールをしてみようかなと思いました。はい、じゃあ皆さん行きます。さあ、よーし、スタート。私の今日の朝一の仕掛けはですね、新製品であります IQ の S01、極め感度というやつですね。まあこれはもう天秤が日本よりタイプのスパイラル天秤という形で、その先は柔らかいナチュラルな感じということで、カットと柔らかさを兼ね備えた新しい仕掛けです。石さ、多いかもしれないから石もありにしておきましょうね。ちょっと入ります。近頃の超過剰に来ました。昨日までどんな感じだったんですか。昨日全然潮気がなくてちょっと厳しかったですね。人数も多かったんで。今日の予想は流れればいいんじゃないですかね。潮が流れればですけど、あんま流れ出ません。ちょっと苦戦しそうです。まあ、船長はもし使うんであればどういう仕掛け使うのか。今日ですか。もし船長だったら流れないんだったら、例えばよりと絡まない、乱暴こついても絡まないようなよりとの仕掛け。流れるんだったら多少緩くても、なんていうのかな、シングルラインのやわい仕掛けですか。多少長いタイプですか。シングルラインで、厳しいな。なんだこのスタートは。目悪いよな、やっぱりな。
昨日16人で平均50枚ちょっとだったんです。今日それ以上いけばいいんじゃないですかね、平均が。やばいな。はい、あげてください。スカーさん何枚？ 6? 5? はい、どうぞ。石だ、石。40くらいの石でしょ。8時半に石膏体だな。前の方々焦ってますね。どうすか、渋いっすね。冬は若干良くなってる気がするけどね、朝方。若干上がってはきたような気がしますけど、油断すると絡むので仕掛けが。一応ずっとさっき05で朝一は使ってたんですけど、ずっと下張りしか食わなかったしっていうのもあって、今01に IK01 にちょっと変えで、なるべくこうふわっとした感じも含めながら小継いではいるんですが、食わない時は食わない。あら、ダブルやった。あら、でも重りなくなっちゃいました。どういうこと。両脇は釣れてるよね。でもね、なんかのタイミングがあるんでしょうけどね、食うタイミングが。ちょっと浮いて止めてた時ですね、今。ちっちゃいぞ。3番目のあだりが取りづらいです、かなり。小さい小継ぎの中にちょっと大きめの小継ぎ入れであだり取るんですけど、それをいつもよりちょっと、まあ、1センチ2センチ多めに取って、当たり出るように調節しながら釣ってます。今のも鈍いですね、なんか当たりが。まあ俺が分かんないだけかもしれないですけど、吉田さんと同じ動きで
糸も同じタイミングで出し、全部真似してみたんですね。当たりが続いてるから真似してみたんですけど全然来なくてでも餌の垂らしがちょっと長かったのかなと思って、今本数少なめの垂らしも少しにしてみたんです。あ、ようやく来た、よかった。当たり取るの難しいですね、今日は。風もだんだん出てきたし。あー、で、ほら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 。よし。やった。まあ、魚、大きくないですよね、全部。まあだから、まあ、そんなこの間釣りした時と違ってやっぱメロードこう食ってガンガン食ってくるような感じではないんで、まあ、短い仕掛けだけど極力浮かせないようにイメージでやってますけど、よっしゃ、食い直しました。今はもう結構逆に今食わなかった時激しく誘ってそんでカーンと食ってきた感じなんで、まあやる気あるような感じなのかなって感じですけどね、魚自体は。しかし重いな。おお、でかいこと。スレが、石が、石よいしょ、やばいやばい、結構当たりが出て食いが良くなってきましたね。ナコ、各自枚数数えて20センチ以上ね。で、LINE で送ってください。 LINE で、で、それ終わったらじゃんけんします。ちなみに俺26、ここ30だもん。 30? へぇー、今トップがじゃあ30だよ。30やるな。じゃあもう一回じゃんけんします。はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽん。皆さんじゃあ構えてください。 OK、 じゃあ後半戦よーいスタート。ということでですね、後半戦がスタートしました。
さあここで、今日の水中の様子をちょっと見てみましょう。餌がいっぱいありそう。やっぱ潮の流れでこういう風になるんですかね。砂の隆起高いね。こっちは貝がいっぱい。貝殻がいっぱい。結構透明度高いっすよ。透明度高いっす。これ持てるほどことだよな。流れに対して、必ずこうなってるんで、ただこの隆起の高さがね、高いっすね。そこにこう寝てるカレーはより高いとこ見えるような感じなんじゃないでしょう ね斜めの角度だからかなり上を見てるのかなっていう。そう考えちゃっていいのかな。そこが操んない人はいつまでもこれ谷間にいますよ。谷間にいたら谷間に落としてしまったらば逆に釣れないってことだよね。この天井を狙わないといけないわけだからね。あ、なるほどな、うん、森の高さを変えてあげないとおそらく谷間に置きっぱなしですね。あ、なるほどね、今ですね、高井船長が素晴らしいことをおっしゃっていただいたんですけども、砂の山が高いと。ってことはその砂の山の低い部分、谷の部分っていうのはなかなかカレイが餌をつけにくいんじゃないか。またそこのこう斜面にいるわけですから高い部分を見てるんじゃないか。そんなことが新しいことが分かりますよね。ということを頭に入れて今からの誘い小突きをちょっと私やってみたいと思います。その丘から丘の幅ってどれくらい、 4,5 メートルぐらいありそうですか。ないとね、多分ね、通常の幅が波長でいったら1メートルぐらい。それが今回のこんななってるの、こんなになってるの。だから小さい小突きだけしてたんじゃそこから脱出できなくなる。これ今低いよ、低い。お、上がった。なんかね、2、30センチくらい。
降ろした瞬間トンと浮いた、あ、上げて着底した時に、そうそうそう、糸付けの度合いが違う、ね、今明らかに違うな。でもうちょっと上がってもらえる、船がまだ前に進んでないから、でもね、若干丘を上がっていって、あ、これもちょっと上がった感じ。今一歩前に進めば、今ギア入りました、若干、はい、2回目入りました。あ、ちょっと上がったような感じです、15センチくらい。完全に上がってますね。結構これで上の方に来た感じは、明らかに上がってます。最終これ来た、ほら来た、あーマジだよこれ、うわ、見ました、皆さん今の本当に上がっていくで、上がった感じのところで当たった。ということで逆にこういう時はロングじゃない方がいいのか、どうなんだ、それもありかもしれないですね。ネウだよ。でもネウなら余計じゃないですか。よく二の上に。ヨッシーが今連れてるってこの幅が気になりますよね、やっぱね。どっちかっていうと前進するようにじゃなくて前にあるスラスターを使って振ってるような感じなんですね、流し方としては。ほら、俺のも当たんないけど隣が当たる。だから例えば話、隣の人が連れてるのに私だけが釣れないとか、そういう風なことあるんですかね、もしかして。ほら、少し高くなってきてるんで、上がってきてますんで、そろそろ当たりが出るのがかな。読み通り。やっぱりあれですね、砂の頂点でアピールするのはいいのかもしれないですね。あ、ちっちゃい。やっぱ高い位置で食いますね。皆さん、高い位置に誘ってくださいよ。バンバンですよ、バンバン。サバだよ、サバ。サバとカレー。どういう釣り方してんだ、あれ。こっち見せて。おお、飲んだ、いいな。おお、あ、外れた。もうかけた。
間大会モードに入ってた二人とも。後ろ知ってたりかけるもんやばいな。ドイツ居酒屋かけております。およし、おお、まだ変わってるわ、もう大変だよ。我が店長会もどんどん若い方がレベルアップ上手くなっていってるんだと思いますね。出ました、極み缶の S01 から06シリーズなんですけども、このような形でまっすぐ伸ばした状態で保管をしてください。というのはですね、天秤の部分が2本寄りになってますので、どうしても折ったりとか曲がったりするとそのまま癖がついちゃいますので、すごくこの天秤の部分はデリケートなので、まっすぐ伸ばして保管をしてください。カレーハンター尾形さん。カレー、はい、ただいま再検量中でございます。お玉入ってますな。ということで、本日ですね、伊藤の仕掛けのスタッフと園長会の皆さんで、ミニ大会を行いましたけども、本番は4月16日、大型魚商の予選になります。皆さん、その時、ぜひお会いしましょう。待ってます。